それでは住友工業株式会社社長の池田恵里、住友ゴムと単独スポーツの経営統合による住友ゴムグループのスポーツ事業統合についてご説明させていただきます。池田社長、お願いします。皆さん、こんにちは。住友ゴム工業の社長の池田でございます。本日はお忙しいところをお集まりいただき、誠にありがとうございます。一昨日発表させていただきました通り、住友ゴムグループの中長期的な発展を加速させるため、グループにおけるスポーツ事業を統合してさらなる強化を図ることを決定いたしました。住友ゴム工業株式会社およびダンロップスポーツ株式会社は8月29日の各社取締役会において2018年1月1日を効力発生日とし、住友ゴムを存続会社、ダンロップスポーツを消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、両社の間で吸収合併契約を締結いたしました。そのためダンロップスポーツの複数株式は2017年12月26日を東京証券取引所市場第一部でも最終売買日とし、翌12月27日付で上場廃止となる予定です。ダンロップスポーツの吸収合併にあたり、住友ゴムはダンロップスポーツの普通株式1株に対して当社の普通株式0.784 株を割り当て交付いたします。合併技術の算出に際しては公正性を確保するため、各社がそれぞれに独立した第三者算定機関の協力を得ながら、両社間で真摯に交渉協議を続けてまいりました。なお合併比率は算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社間で協議の上変更することがあります。本合併により割り当てる株式は自社株をもって充当することとし、そのために必要な自己株の取得につきましても同日の取締役会で決議しております。また取締役会では、住友ゴムが当社とダンロップスポーツの合弁会社であるダンロップインターナショナル株式会社を吸収合併することについても決議しております。効力発生日は2018年1月1日を予定しております。この吸収合併に先立ち、住友ゴムはダンロップスポーツからダンロップインターナショナルの持ち分 33.3% を取得し、本年12月28日に同社を完全子会社化する予定です。現在の住友ゴム、ダンロップスポーツ、ダンロップインターナショナルの資本関係はご覧の通りでございます。住友ゴムグループはタイヤ、スポーツ、産業品ほかの3つの分野で事業を展開しており、2020年を目標年度とする長期計画ビジョン2020の目標達成に向け着実に事業成長を図っております。タイヤ事業ではダンロップおよびファルケンをメインブランドとするタイヤを製造販売しており、
国内の天然ピタヤ市場で高い支持を獲得しているほか、長期的な需要拡大が期待できる新興市場をはじめ、北米、欧州を含めた海外展開を積極的に進めております。スポーツ事業では、ダンロップスポーツを中心として、優れた性能を誇るゴルフ用品やテニス用品の開発のほか、フィットネスなどのウェルネス事業を展開しております。また、産業品ほか事業では、ゴム手袋および介護用品などの生活用品から、成長が期待される精神ダンパーや医療用精密ゴム部品などの産業用資材まで、多種多様な商品を提供しております。ダンロップスポーツは、スポーツ事業の経営責任の明確化と迅速で機動的な経営の徹底を目的として、2003年7月に住友ゴムのスポーツ事業部門が分岐独立した SRI スポーツ株式会社を前身としています。2006年10月には住友ゴムからの独立性、独自の資金調達手法の確立を目指して東京証券取引所市場第1部への上場を果たしました。そして2012年5月には多くのステークホルダーへの知名度が高く、歴史のあるブランドであるダンロップを社名に冠し、さらなる企業価値とブランド価値の向上を図るため、社名をダンロップスポーツ株式会社と変更しています。主力であるゴルフ用品ではゼクシオ、フリクソンおよび2007年12月に買収したクリーブランドゴルフの3つのブランドでグローバルに展開しており、テニス用品ではダンロップ、スリクソンのブランドで製造・販売しております。また、2014年10月にフィットネス事業を買収し、ゴルフ・テニススクール事業を合わせたウェルネス事業を第3の柱とすべく拡大を進めております。住友ゴムおよびダンロップスポーツは本年2月1日に共同でダンロップインターナショナルを設立し、4月3日付で英国のスポーツダイレクトインターナショナル社から海外のダンロップ商標権並びにダンロップブランドのスポーツ用品事業およびライセンス事業を譲り受けました。この結果、住友ゴムグループはタイヤ事業では欧米やインド、豪州などを除く世界の幅広いエリアでダンロップ商標権の所有権者となり、スポーツ事業と産業品事業では全世界でダンロップブランドの商品を展開することが可能となりました。このような状況のもと、ダンロップブランドのグローバルな価値向上を図り、既存の事業も含めたグループ全体の収益向上につなげることが、グループの重要な経営課題と捉え、住友ゴム、ダンロップスポーツ、およびダンロップインターナショナルにおけるダンロップブランドの活用方法について検討を進めてまいりました。その結果、ダンロップスポーツとダンロップインターナショナルのスポーツ事業を住友ゴムに統合し、住友ゴムの資金力や材料、
研究部門の経営支援と、ダンロップスポーツの持つスポーツ事業に精通した人材と経営支援を、ダンロップブランドの価値向上およびスポーツ事業拡大のために活用することが、スポーツ事業のみならず、同じダンロップをメインブランドとするタイヤ事業の拡大、発展にも重要であるとの結論に至ったものであります。なお、本統合後のスポーツ事業は、ダンロップスポーツの企業理念であります、卓越した技術力で、お客様のスポーツライフをもっと豊かにお引き継ぎ、これまで培ってきたゼクシオ、スリクソン、およびクリーブランドゴルフといったブランドに、全世界で展開が可能となったダンロップブランドを加え、展開地域および取り扱い種目などの事業ドメインを拡大してまいります。さらに、住友グループの経営資源を生かしたブランド投資でスポーツ事業の拡大を加速させることで、スポーツ事業業界におけるプレゼンスを高めていきたいと思います。スポーツ事業におけるダンロップブランドの価値の向上は、グループの長期計画ビジョン2020達成にも貢献してくれるものと期待しております。さて、ここでダンロップブランドの由来とスポーツ事業の歩みを改めてご説明させていただきます。ダンロップというのは、もともと人の名前でして、米国の獣医師ジョン・ボイド・ダンロップが息子の自転車の乗り心地を良くしようとして、空気リタイヤを1888年に実用化したことに始まります。その後、ダンロップがタイヤ製造を事業化したのが当社の誇りであり、そのタイヤ工場が神戸に建てられたのが1909年のことであります。そして、タイヤのゴム加工技術を応用して、当時の神戸工場で国産初のゴルフボールと公式テニスボールの生産を開始したのが1930年、1964年にはゴルフクラブの生産も開始しています。以来、ダンロップのゴルフ、テニス用品は多くのトッププレーヤーにも使用され、いくつもの名勝負に立ち上がってきました。一方で、当社グループはゼクシオブランドのゴルフクラブを2000年に立ち上げ、以降現在まで国内でトップシェアを維持し、近年ではアメリカをはじめ世界に販売も拡大しており、全世界で累計2000万本に迫る販売本数を記録しております。また、スリクソンブランドは皆様の記憶に新しい全米プロ選手権での松山英樹プロの活躍をはじめ、世界のトッププロが使用するブランドに成長するなど、卓越した技術開発力とマーケティング力でグローバルに事業を拡大してきております。また、第3の柱として事業を開始したウェルネス事業は、現状国内のみの店舗展開ではありますが、ダンロップスポーツクラブ、G
ジムスタイル24などの名称で、国内で37店舗と順次拡大を続け、お客様の健康、スポーツライフのサポートを行っております。このように事業開始以来、グループのスポーツ事業は着実に発展してまいりましたが、同事業において当社グループは日本、韓国、台湾でしか単独ブランドの商標権がないという制約があります。そこで先ほどご説明の通り、当社は今年4月に英国のスポーツダイレクトインターナショナル社から海外のダンロップ商標権並びにダンロップブランドのスポーツ用品事業およびライセンス事業を譲り受けたことで、スポーツ事業においては全世界にダンロップブランドの商品を展開することが可能となりました。このダンロップブランドを最大限活用し、事業の最大化を図るためには、ダンロップスポーツだけではなく、グループの全てのリソースを活用して総力を挙げて取り組むことが必要との判断から、今回の事業統合を決定いたしました。今後の具体的な強化分野、新規分野につきましては現在検討中であります。また合併の組織体制につきましても、現在住友ホーム、ダンロップスポーツ両社で詳細を検討中ですが、今回の目的を実現するための組織、ガバナンスを早急に構築する計画です。統合メリットを最大限に生かし、住友グループの経営資源を活用することで、ダンロップブランドの価値を向上させ、住友グループの中長期的な発展につなげてまいります。私からは以上になります。